2024年9月13日、中国内の国営のマスメディアが、中国海軍最新鋭の航空母艦、福建が、訓練中だとする短い映像が、搭乗異例の艦内部分も、初公開との情報をキャッチしました。今回は、そんな福建空母最新映像で見えた2024年の収益は、断念かを詳しく見ていきますね。アメリカから盗んだ技術を使いこなすことはやっぱり難しかったみたいだね。2024年9月13日、中国内の国営のマスメディアでは、中国海軍として通算で3隻目、中国国産としては2隻目にあたる航空母艦福建の訓練中だとされる短い映像が紹介され、その健在ぶりをアピールした。この短い映像について、県の中国の国営のマスディアでは、中国海軍の現時点で、最新鋭の航空母艦である福建の訓練中の様子を捉えたものだと説明しており、ことに外観のみではなく、同艦で、初めて、その内部を映した映像だと述べていたという。個人的には、この中国の国営のマスディアの短い映像そのものを、インターネット上で視認するには至っておらず、したがって、それに対する感想を述べることも、現時点ではできない状態で、何とも言い難い。中国の国営のマスディアの言によれば、今回の短い映像は、航空母艦、福建の訓練中の様子を映したものとされており、同艦の内部の指揮所と、おぼしき場所や、飛行甲板上のカタパルト付近と、おぼしき場所で、乗組員の姿を捉えたと称されているようだ。私自身は、ようやく、インターネット上の時事.com ネットニュースにおいて、時事通信社が入手している航空母艦、福建の内部を映したとされる画像1枚を確認できたのみであり、正直コメントには苦慮する。時事通信社は、この画像を、中国国内の中央テレビ軍事チャンネルのソーシャルネットワークサービスであるビヒロシ、ウェイボーから入手したとしており、県の映像の一部を画像にしたもののようだ。その画像には、艦内の開かれたドアの中に、右に、1名の女性とおぼしき1名と、その背中合わせに、左に男性とおぼしき1名の計2名が映っており、これが、どうやら、航空母艦、福建の艦内を、初めて映像に収めたと言われているシーンなのだろう。そこに収められた2名の乗組員のいでたちは、いずれも、淡いグリーン系の上着に、貝は、黒系のの制服に見え、上着の上には、さらに鮮やかなイエローの救命胴衣とおぼしきものを着用していることが見て取れる。また、両名ともに立ち姿であり、その手元付近にある何らかの操作系の装置を使用しているようであり、両名の奥には、少なくとも3面に分割された窓らしきのもが見えるので、環境構造物の内部ではないかと思われる。いずれにせよ、個人的にインターネット上で確認できた、この1枚の写真からは、これ以上のコメントを行うことは非常に難しいが、この画面から推察するに、オリジナルの短い映像でも、あまり、大した情報量は含まれていないのではないだろうか。なぜならば、中国海軍のこの航空母艦、福建は、これまでに収益しているの中国海軍の2隻の航空母艦である1番艦、遼寧と、2番艦、山東の初艦にスキージャンプ。着艦にアレスティングギアを用いるストバー方式とは大きく異なるためだ。中国海軍の3隻目の航空母艦である福建は、先の2隻で採用されていたストーバー方式に変えて、初艦にはカタパルト、それも電磁式を搭載し、着艦にアレスティングギアを用いるキャタバー方式を採用しており、発着艦に関する仕様は、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦と同様の形式とされている。航空母艦、福建においては、キャタバー方式の艦載機の発着艦を行う仕様ではあるが、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦である、ミニッツ級10隻とジェラルド・ R ・フォードとの最大の違いは、機関部が、前者は通常動力、後者は原子力という点であろう。中国海軍では、福建に続く4隻目の航空母艦からは、アメリカ海軍と同様に、原子力推進型の機関を搭載する可能性が高いと目されているが、今の福建では、これだけの規模の艦艇を稼働させられる原子炉は実用化できていないのだろう。
ただし、中国海軍では、攻撃型の原子力潜水艦や、潜水艦発射型の核兵器の運用プラットフォームとして、戦略型の原子力潜水艦を運用しており、艦隊の大きさが著しく異なるとはいえ、艦艇搭載型の原子炉の開発は進めれている状態である。そのため、福建以後の航空母艦が原子力推進を搭載する可能性はもちろん排除できないと思うが、現時点の福建ではそれは成し遂げられておらず、まだまだ大型艦艇を運用可能とするには時間を要するのではないかと目されている。ちなみに、航空母艦福建は、満載排水量で8万トン、全長が最大で約 317.0 メートル、全幅が最大で約 78.0 メートルほどの艦体を持つと推定されており、機関部は蒸気タービン機関を4機とボイラー8機を組み合わせた IPS 統合電気推進方式を採用している模様だ。これらの機関部によって、航空母艦福建は最大で出力は22万馬力、速度は30ノット以上を発揮すると考えられており、動力性能という観点からだけこの数値を見れば、アメリカ海軍のミニッツ級の同26万馬力、同30ノット以上に近いようにも見える。しかし、航空母艦福建は、こうした動力性能に対する数値は及第点であっても、電磁式のカタパルトを稼働させるという点では、主として、アメリカをはじめとする西側諸国の目からは不十分なのではないかと以前から指摘されていた。運用に膨大な電気を必要とする電磁式カタパルトはアメリカ海軍においても最新型のジェラルド・ R ・フォードのみでしか実用化されておらず、少なくとも当のアメリカではその稼働には原子力推進は必須と見る向きが主流のようだ。また電磁式カタパルトの実用化についてはそもそもその前の蒸気式カタパルトの運用経験も持たない中国海軍にとって、電力供給の点は置いておくとしても、そういいと成功させられるほど、ハードルは低くないとの指摘も絶えない。そもそも、この2024年時点においても、アメリカ海軍の航空母艦以外でカタパルトを装備し、就役中のキャタバー方式の艦艇はフランス海軍のシャルル・ド・ゴーレのみであり、同艦も、原子力推進の上、その蒸気式カタパルトは、アメリカが供与したものである。こうした点を踏まえれば、いかに、中国の工業力が民生品を含めた様々な分野で、先行していた他国の製品を模倣し、技術力を高めているとはいえ、そう簡単に、しかも、電磁式のカタパルトを、実用化できるのか否かは、確かに議論が分かれる点だろう。中国海軍の航空母艦、福建は、2018年末頃から、その建造が開始されていることが一部のマスメディアで報じられ、世界も知ることになったが、以後の新型コロナウイルスの影響で計画は少し遅れ、2年前の2022年6月には進水を果たした。そしてその時点で航空母艦福建の収益は2024年中止めされ、確かに今年2024年5月には延べ8日間に及ぶ初のテスト航海を実施したことが、中国国営の新華社通信を通じて報じられ、収益を間近にしている印象を与えた。イタルシコの報を受けた後でも、香港の英字メディアであるサウスチャイナモーニングポストの電子版においては、福建がテスト航行を終えるには、未だ、最低でも、あと1年ほどの期間が必要との見立てを報じた。個人的にも、福建が2022年6月に進水を終えた時点では、2024年内の収益の可能性も十分にあり得るかもと感じたものだが、今回の福建の訓練中だとされる短い映像から察するに、実際に稼働状態に移行できるのはもっと後になると思える。何しろ、今はすでに2024年9月であり、実際に福建が今年中の収益を果たすには、もう3ヶ月半ほどしか時間はなく、このタイミングで公開された映像で、艦載機の実際の発着艦の様子が見られないことから、実稼働状態には程遠いと感じる。何事にも面向を重んじる中国の文化的な背景を考えれば、実稼働状態に至らずとも、ひとまず、福建は、2024年内に収益を果たしたと中国側が発表する可能性はあるかもしれないが、運用には、
まだ時間を要するだろう。もし、仮に、中国海軍が、福建の電磁式カタパルトを使用して、艦載機の発着艦にすでに成功しているとすれば、その成果を、対外的に映像をもってアピールすることは確実で、それが伴わない現状は、そうではないことの裏返しに見える。この映像は、福建の内部が初めて公開される内容であり、中国海軍の技術進歩と力強さを世界に示す目的があります。映像には、艦内の指揮所やカタパルト付近で活動する乗組員の様子が含まれていると報じられています。福建は、中国で建造された3隻目の航空母艦で、ストーバー方式からキャタバー方式へと進化しており、電磁カタパルトを使用しています。船体は8万トン級で、長さ317メートル、幅78メートルと推定され、蒸気タービン機関とボイラーを組み合わせた IPS 方式が採用されています。動力性能は22万馬力で、速度30ノット以上を発揮可能です。中国は、福建の航続艦として、原子力推進型の航空母艦の導入も視野に入れており、国内の原子力潜水艦の技術を活かして、大型艦艇の原子炉開発が進行中です。しかしながら、福建が今年中に収益するかは不透明で、実際の運用開始までには、さらに時間がかかる可能性が高いとされています。